はい、始まりました。坊主兄でです。す。文化です。はいっす。なんはい。か、大して、別に視聴者数が増えてないとは聞きますよ。まあ、そうですよ。もう、こういう、例のやつねっていう。例のやつねって思われてんでしょうね。だ、なん絵代わか、りしよないく、からね、やっぱね。そうだね。なんか、別派手に、さがない。カット割りとかもなければさ。あとさ、派手に買い物したりもしないじゃん。しないね。しないね。結局ほら、派手に買い物したりするじまあ、ゃん。そういう話題になってる欲やつっ求をて。みたいなことじゃわかんないけん。ど、なんかすぐ買うね。俺見てると、芸能人の YouTube の、しかも買ったっていうニュースを見るね。YouTube YouTube チャンチャネルンネルをで、更新したみ誰たいかな。が、そう、買ったんだ、みたいな。なんかバイクをとかさ、あと、なんかテスラの車を買ったとかさ、なんかそんそういなうんのの？出てきます。いや、それやっぱ YouTube だと結局そういうのは目立つからさ、なんか、そうっすね。買ったもの、iPad ぐらいが最大かなっていそううか。ぐらいで。で、iPad のことを言うとさ、ちょっといいとか言うのにさ、聞いて言ってみたのに。ガジェットのことを言うとさ、言うの聞きつけ言うじゃない。て。って言うじゃないか、見せてちょっといろいろやんないとなんじゃん。私はこういうアプリを入こうれてしますてとやかってまさ。すよとか。一個じゃ有益な情報あるとすると、iPad さ、最初初期設定で来ると、なんか検索するときに、iPhone だとほら、進行とかもフリッカー入力と、いわゆるフリック入力ってこう、ちっちゃいiUAO があって、やるのにならないのよ。なんか最初、iUAO ってこう、並んできちゃうんだ。あれめんどくローマ字入力っさ、ていうか。ローマ字入力ってなんていうの、iUAO 順にこう、あれ今もう押せなくない？iUAO。いや、無理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 。できねえと思って、で、これわかんない。でもそれ買い方が意外とわかんなくて、なんか、どうやってやるのか。したら、設定のとこで、キーボード設定みたいので、行くと、フリックっていうのが出てきて、いつもの慣れた四角いっていうの。それじゃないもんな、俺。あ、俺、ローマそ字れじ入ゃ、力。ローマ字入お、力。あ、じゃあアルファベットが出てる状態？普通キーボード。あ、キーボードか。キーボードも、まあ、あれはまあ押せるっちゃ押せるけど、なんかもうこれ慣れると結構そう、ね、確意か外に。とフリック入力、数そう字ね。とフリかッそうクいうの入もね、力意外にと便い利けなかったで。です、本当に。そうですそうか。か。できるんだけど、それも。できるけど、やってないっていう。ずっと、それです。おじさんじゃん、もうそれ。おおじじさん。さん系おじの。さん。おじさん。外人っぽい。外人っぽくてかっこよくない。外人っぽ外いと人っかぽも、い。もうすなんかげえ、ぼんやりしざってんな。くりこと。供なんだけど。すげえな。俺、ローマ字。でも、パソコンと一緒だから、まあ、いや、ローマ入力は一応できるようになったからね。このパソコン時代になってね。だから、それで。でも、やっぱ押し間違って、ね、なんか、そあれるもね。さ、そっちも ABC に並んでたりするわけ。横にこう、どういうこ最と？初、ABCD に並んじゃってんの。いや、そんなことはない、さすがじゃに。じゃじゃじゃ、設僕の、定そのが。設定が。だから最初、なんか、だから iPad ってさ、多分いろんなおじさんもおばさんもみんな家で使うから、最初、初期パってそれにしてんのかなと思って。なんか、ローマ字入力とそのフリックは、もう当たり前かと思いきや、そうではなかったといそううか。ね。意外と。なるほど。そうというかも。有益な情報で有益だ有益な情す。報ね、本当に。デフォルト初期設定に気をつ意け外ろ。と、設定からいくよ。大体、設設定から定行かく？ら。設大定体、でそう見か。れば、設定一般、大体。設だ定一大体般、そこにキー全ボてード。詰まってる設定一ね。般キーボード。大体まあ、詰そうまっいてう、る。ちょっと、疎い人も見てるかもしれないからね。なんか、まあ、それもさ、結局、ネットで探すと、もうみんな質問してて、それに答えがすぐ分かりやすく出てんだけど、これさ、音楽ソフトでも何でもさ、なんかこういうの多くない？生き方が分かんない。すごく簡単なことをやりたいだけなのに、そう、まあね。何から開けばいいのかが、本当に分かんなくて、ネットで調べるよね。ネットで調べると、一般みたいな、なんか、まず設定に行ってください。そうね。設定、す大べ体設て、定だったりす設定るだよよね。ね。そそうか。最近僕もなんか、いつもシンコも使ってるロジックって、使うじゃん。音楽ソフトね。音楽ソフトで。すごく簡単なことなのになんかおかしくなっちゃって、これ、あれ？これ開くの？どうすんだっけな？みたいな。
最初にトラックをこう一個作るみたいな時に、うん、オーディオにするのか、ソフトウェア音源にするのかみたいなのとかを選び間違えると、なんか出てこなかったりとか、なんかそういうのもね、もう同じことなんだけど、大体。そうね、なんか、あと、で、バージョンによって操作方法微妙に変わったりするから、ちょっと変えてくる。使い勝手がなんかね、それでわかんなくなっちゃう。前もっと簡単にできたのにみたいな。なんかだから、アップル系だとやっぱりそのガレージバンドがみんなね、うん、簡単に使えて、あれのこう発展系でちょっと難しくなっていくのも、うん、そうだけど、うん、なんか一個慣れてるとね、その、そう。あ、特にこれ、あ、アップルでやってなかったらもっとわかんないんだろうなみたいな、そのパソコン自体が。ね、確かに。それだと。うん。なんか勘で押すと一応出たりするじゃん。あの、Mac の場合。ここじゃねえかなみたいなボタンで出たりするけど。そうなんですよ、ね。意外とね、そういうのがね。そうか。慣れない。そういうの。うん。まあ、ね、このショートカットとか覚えちゃうとね。あ、ショートカットね。何でもショートカットですよね。そう。それがまた微妙に変わったりすると何もできなくなる。つい最近進行のところで録音してて、僕録音が R だって やっと分かった。R とか R をそうクリックから始まるのかみたいな。あれだいぶ経ってそれも。毎回あの赤いボタンを一応探して押してたんだけど。カーソルでね。R かと思って。基本だいたい R なの。コマンド R レコーディングだからレコーディング、うん、だから。まあだからコマンドじゃないよね。あれ R だよね。R。R を押すだけだし。E を押すとイジェクトみたいなことでしょ、だから。そうそうそう。あと S を押すとセーブっていうような。そう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 。それがね、意外とね、変わってたり、なんか、ボタンはあるのよ。ボタンもあるけど、ショートカット押せばいけるっていう。赤いボタンあるんだけどね、ちゃんとね。そうね。そういうのはあるね。難しいね。覚えることがいっぱいだね。卓録してる人にはあるあるかもしれないけど、それで、カチって押す音絶対入るじゃんって、普通に途中から録音すると、ここら辺触ってて、ほら、ブランクのとか取り始めるじゃん、その、うんうん、入れる前とかも、うん、そう、カチとか、なんかカシャカシャみたいなのが最初に出てプチって入って、後でじゃあこれは消すんだな、みたいな、その、とかもあるあるなんだけど、そういうのとかもね、慣れない。そう。ああ、そうなんじゃないですか。そう。あ、回ってるとかいうのが入っちゃって。なんかね、ああ、いいよ、いい、いいよ、もう入ってる。OK 。撮ってるよ、みたいな。とかいうの入っちゃって、後で消さなきゃいけなかったとかね。そうか。まあでもそういうのをありきで考えられてるんじゃないですか。まあまあ、そう。まあまあまあ、ね。いや、だからそれ、まあ、そういうのだけで言うとね、いろいろできることも本当に増えた。多すぎるよね、でもね。多すぎる、やれることが。できることが。うん、多すぎる、本当に。だから多分、うちらみたいなのが使ってるのは本当にすごい表面的なものしか使わないじゃん、ソフトなんか。まあ確かに。うん、まあ音楽ソフトでもそうだし、うん、例えば写真いじるみたいなのとかでも、本当に表面っていうか、ちょっとの、もっとすごいことできるじゃん。あまあ多分ね。いろいろ。だけど、そんなとこまではやらないからね。そうね。全部ショートカットで教えてほしい。あ表を結局手書きで作るみたいなことなんだよね。そうそうそう。ショートカット表を。メモしとく。さようちゃんっぽいね、それ。いや、メモしとかないと。なんか、設定、なんとか、みたいな。なんか書いとかないと。手書きメモね。手書きメモ。もう、うん、そうなんです。そう。で、それはね、昔ちっちゃいサンプラーとか使ってた時も結局一緒じゃん。なんかさ、結局こっちに紙に書いとかないと。分かんなくなっちゃう。うん、分かんなくなっちゃう。紙に書きたいよね。紙に書きたい派だもんね。書きたい世代ですね。紙に書いとけば、それを開けば、はい、あ、ここからやんのか。あります、ね。自分でまとめないとみたいなのあるじゃん。ここの部分だけ欲しいみたいなさ。そう。書いとかないと忘れちゃう。もう。もうダメ。何回も使ってんだけど忘れちゃうんだよな。忘れちゃう。ちょっと使ってないとか。ちょっと使ってないとね。あれ似たようなのばっかりだからまた紛らわしくなんだよね。同じ、なんか、サンプルするだけでもさ、何ボタンなんだっけみたいな。これとこれなんだっけみたいなとかが、同じような用途だから分かんなくなっちゃうんだよね。もうだから多分こうずっと使い方同じだからまあさすがに分かってきてる。まあ要はサンプル切って貼ってっていうの。サンプル切って貼ってね。サンプル切って貼って。ドラマ合わせて、ドラマ合わせて。テンポ合わせて。テンポ合わせて。MPC と変わってることは変わってない。ああ、そういうことか。うん。なるほど。そう。でもさ、なんか本当にああいう簡単な100円でもらえるみたいなね、アプリみたいなあるじゃん。Mac のやつとかで、うん、おもちゃみたいなやつとかでも、うん、結局はやり方、基本は一緒じゃない。その、
ドラムマシーンの横にこう進んでいく、うん、ビートでこうなんか進んでって、うん、ここに置くと音が鳴るみたいなのは、うん、全部一緒だから、なんかそういう面白ソフトみたいなのは本当に作りやすいんだろうなっていうか、いくらでも出てくるよね、うん、そうだね、シンセサイザーみたいなところもね、あるなんかついつい、うん、あの入れちゃったりするけど、ね、うん、まあ、そうか、遊びではね、ドラムマシーンとかも、いや夢こんなの、まあ、昔から言ったらさ、そのちょっとやるだけでもなんかなかなかね、あかかるようなことだったけど、そうですね、ただでできちゃうっちゃできちゃう、もうできちゃう、結構な部分まで、あれなんだっけ言ってた、あのあれ使ってんの、あのアフラが言ってたのアプリ、あのサンプラ、サンプラ、あの、あ、なんだっけ、コアラ、コアラ、ああ、これじゃないの？それか。いや、これ遊びとしてはめっちゃおもろい。これもすぐできるから、なんか、うんうん、ついやってると時間経っちゃうみたいな。ああ、なるほど。なんかまあ、ただ、この曲にするみたいな。うんうん、これじゃないの、まあ、これじゃないの、この、これじゃないの、それ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 、これおもろいよね。うん、いや、それ俺やってない、それ。たぶん。あ、ほんと？これ。アンドロイドないんじゃん。iOS だけなんじゃない？あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。そういうのあるんじゃないの？これはね、遊べるっすよ。もう、あの一瞬で作れるし。ああ。うんうん。なんか、で、なんかさ、もう、しょうもないことだけど、iPhone のその、描画能力ってすごいじゃん。これ、点みたいな、あの、グリッドさ、超ちっちゃいやつ。あ、超、そこは好きなんだよね。なんか、わ、ちっちゃいみたいな。点じゃんみたいなね。ちっちゃいのが好きだもんね。そう、このね、細かいのすごい好きなの。高精細、高精細ってこと？なんか、もう、ちっちゃって、でも一応その通りが全部、ハットはこう並んでるみたいなのが見えるっていうのがね。1センチぐらいの中に、なんか16小節ぐらいが入ってたりする感じ。すごいんだよね。そうか。うん。確かに、確かに。こういうのはね、いや、子供の時にこれが好きで遊んでたら、それはもう最初からこういうことができるだろうなっていう。うん、うん、そうですよね。うん、そうか。うん、だから、楽器鳴らすのとはまた全然遊びとしては違うだろうけど、これ鳴っちゃうから結構気が済んじゃうんじゃないかなっていう気がするよね。いい音鳴るからね、割と。まあ、うん、でもやっぱすごいね、スマートフォンが。スマホすごいわ。まさ、改めて言うけど、本当にスマートですわ。改めて、いや、なんか、その、なんか進化したことがあるとしたら、マジスマホだね。その、まあ、未来になったっていう。コンピューターだもんね。コンピューター、うん。ドラえもんでしょ、これもほぼ。まあ、でもこういう形になるとは思わなかったね。思わなかったね。うん、確かに。いや、なんかドラえもんの出てくるちょっとしたさ、バッジつけたらどこにいるかわかるみたいなとかさ、なんか、みたいなことって全部入ってるじゃん。もうその、まあ、そういうような。うん、翻訳、翻訳ぐらいもまあ入ってる。まあ、入ってる。入ってるね。だからなんか物理的にほらどっかに飛んでくとかさ、そういう、うん、まあ、ドアじゃないけど、うん、その、うん、そういうの以外はだいぶドラえもんの世界だなっていう。まあ確かにそうだね。ですよね、うん、うん、飛ばないんだよね、飛んでいけないんだよね、ただね、あの、飛ぶの多いじゃん、うん、肉体がどっかまでピョンみたいな、それは絶対ない、ね、全然ないんだよ、それはね、うん、それは無理なのかな、無理なのかね、うん、そのタケコプター的なよ、ああいうのとかもそうだし、うん、なんか、ぴょんって飛んできたり、速い自転車とかさ、あの、四次元の中を突き抜けてとかさ、そういうのは一切ないね。あの、そういう。自動運転はもうちょっとなんとかなんない。自動運転はでも、あの、行けば行くほどそういうものと遠いなっていうか、もっと自動になるのかと思いきや、結構なんか不自由っていうか、なんつうんだろうね。あの、物理的なものが動くことに関しては、全然進歩。あの、自転車とかで何も変わってないみたいな。うん、まあ。小学校の時に自分らが買ってた自転車と、今も大して。形はね、変わんないもんね。前輪駆動とかになってないもんね。スピードが変わるとかないし。前輪駆動ね、うん。スピードも大して変わんないでしょ、その。まあ、まあ、電動ついて、アシストがついてるけど。電動アシストとかは、うん、とかさ、だから、2WD みたいにやっぱなんないじゃん。なってないし、うん、もっとこう、あの、サスペンションがすごいとかも特にないし、その、うん、あの、物理的なものは。結局、だからあれが、その、完成形なんじゃないですか。
自転車はね。自転車。でもシャフトドライブになるぐらいでしょ、だって。シャフトだって結局なってないよね。別にシャフトドライブとか。まあ、にあるけど。たまにあるけど、ね。にあるぐらいで、別にチェーンはチェーンのままだしね。あとやっぱタイヤはタイヤのまんまでね。こうやってほら、タイヤがちょっと浮いたものが未来のさ、なんか、ね、乗り物がゼロみたいな。接地面ゼロ。全然タイヤでしょ、ゴムで。ね、うん、がっちり設置してるの、ね。あのチューブ入ってるのも変わってないからね。まあ、チューブレスとかもないもんね。だから大してないから。うん、ないよね。バイクはあるのか、チューブレス。やっぱやや浮きのはやっぱで全体無理なのかな。浮くはないし、うん。なんかさ、ほら、スケートボードとか見るとさ、うん、昔ね、自分らが乗ってたような、子供の時に乗ってたのから、うん、なんかもっと技ができるようになって、うん、さらに今の形になったじゃん、何十、10年前だか20年前だかに、うんうん。でも、あそこからはもう変わってないね。まあそうだね。あとは、変わっあとは頑張りでしょ、だから。あとは頑張り。人の頑張りでしょ。そうそうそう、もっと小さいとか大きいとかもないし、あ、うん、ただ、でっかいロングボードみたいのが流行ってるの見たことない。本当に、1メートル以上みたいなのがあって、それをこう、なんていうの、ちょっと横を走ったりもしながら乗ってくるんかって、板を回したりしながら。ウィールついてんだ、サーフィンじゃ、スケボーとか。スケートボードで長いやつでしょ、長いロングボードが、技とかする感じじゃないでしょ、技を、でもね、くるくる回すのはやる。乗って足でこうパターンパターンみたいな、で、ね、くにゃ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 くは、新しい遊びでできたっぽいかな。なんかあるけど、まあでもそれ昔にやや戻ってる感じなのかな。サーフィンっぽい感じ。ロングボードっつう、うん、そうだよね。そう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 。うん、そうだ、なんか結局、遊びも、その、なんつうだろうな。なんかフリスビーみたいなもんも別に、なんかそんなに。よく飛ぶみたいになるけどね。うん、でもこう、やる。方はあんま変わってないね。まあ、うん。いや、もうその変わらないところに行った方がいいんじゃないですか、もう。え？いや、だからもうその進化しないものも、自転車とかさ。だから諦めるっていうかね、うん、もうこれ、みたいな。これで決まりっていう。そうなんだよね。そうですよ。自転車なんて本当にもうそうだよな。で、だ車とかもあるときはもう、もうなって、その今なってるのはテスラみたいな、ああいう電気とか、モニターがでかいとかはあるけど、別に走って止まってとかは多分もうそんなに変わりよう。変わらない、ね。そうだね。いや、それは自動なったら楽なとか楽だろうけどね、高速で。高速とかね。とりあえず大阪までスイッチみたいのはね、もうあれ別に楽しくないじゃん、別に運転する。危ないしさ。そうかそうか。なんかね、前の人にくっついてとかが決まればもう、連結でみたいな。そうだよね。それはなったらなったでいいと思うけど。うん、そうか。まあ、そうね、そんな。何の話かってあるんですけど。iPad、iPad。有益、有意義な。有益な情報ね。有益な情報。有益な情報ね。ガジェット系のなんか、ないっすかね。なんかでも買わなくなったでしょ、そういうのも、その、なんつうんだろうな。なんか。そうだね。なんかそんなにもう、物買うものって、まあレコード。レコードとかさ、戻ってるよね。その前から別に何も。まあ、確かに。何ができるわけでもないけど、うん、いや、そういう方はむしろ買うかな、うん。なんかさ、例えばさ、ネットフリックスとかすごいその進化したから、アマゾンプライムとか、うん、ある。ビデオ買わないじゃん、もう。ビデオ買わないんだけど、うん、なんか、あ、見なきゃいけないって、ちょっと仕事で、宇宙人ポール見なきゃいけないと思って。宇宙人ポールないんだよね。ないの前は見たことない。アマゾンプライムで借りるしかなくて。ああ、レンタル、うん。なかったりするもんなんだ、ね。で、結局だったら DVD があったら気軽だったのに、一旦見れなくなってるもんとかも意外とあったりとか。そうだね。ね、うん、あれがなかったわ。なんかね、オリエン、この前ね、あれどこだっけな、なんかちょっと遊びに行って、うん、箱根の方に行った時に、うん、なんて人だったっけな、なんかガラス細工の有名な人の美術館があって、なんだっけな、うん、なんて、なんかあるね、箱根の。あるじゃん、なんつんだっけ、箱根。調べて調べて、箱根美術館で。ガラス？そうそう、美術館で、ガラス、ガラス、ちょっと待って、調べる。ガラス、ガラスの森じゃない。ガラスじゃない。ガラスじゃないんだよ。彫刻っていうか、有名な、ヨーロッパの。なんだっけな、名前が出てこない。
ちょっとポーラじゃなくて、ポーラじゃなくて、ラリック。ラリックってあの、なんか有名なあのガラスをこうきれいにするみたいな人の美術家があって、そこに、あの、オリエント急行のその、殺人事件、殺人事件、そうだから車両がね、あって、車両の中がその細工があるの、で車両ごと持ってきてそれ見れるみたいなの見て、あ、オリエント急行殺人事件見たいって思うじゃん、そうそう、これないのよ、そのあのどこにも、昔の方、昔の方が、あ、最近なんかリメイクされたもんね、リメイクされたんだけど、ね、昔の見たいじゃん、ポアのやつを、それなくて、でまたそれは DVD がちょっとボロいやつがどっかに売ってるぐらいしかなくて、意外と見れないっていう、意外にそういうこぼれ落ちていくところがあるよね。そうなんですよ、結局ね、どうせ見たいんだよ、結局そのこぼれてる方が好きだったりする。そうなのよ、しょうもない、そっちを見たいのよ、うん、いやだからそういう意外とあるなっていう、意外にだからもうね、こう集約されてっちゃうもんね、このそう、みんなだから狭いと最大公約数っていうかさ、そうなの、そうなの、だからあの金田一も犬神家だけになってくるじゃん。なってくる、なってくる。あの、もっと先が見たいのに、あの、ね、あれが見たいの。獄門とか。獄門が見たいのに。両鉢とか。そうなの、そうなの、うんうん。だから、その、いわゆる、その、ホットファズ、あの、サイモンペックのやつで言うと、ホットファズだけはちょっとヒットしたのか、あったりするんだけど、他、あの、ショーン・オブ・ザ・デッドも、ない。もうなんかなくて、結局借りなきゃいけなかった。ああ、そうか、そうか。そっちがね。まあ、そういうことになりがち。そういうことが起こりがち。だから、こう、なんか代表作だけみたいになってくる。そうなの、うん、そうね。単純化されてっちゃうの。そうなんだよね。うん。確かに。そう、これはね、だから、うちらみたいな見方をしてると、いや、それを聞きたいんじゃないんだよっていう、その、音楽とかでも、うん、あの、うん、おすすめに出てくるそこじゃないやつを、結局掘らなきゃいけなくなってきて、意外と見、聞けなかったり。意外と、結局、あまり変わらない。そうなんだ。だから CD とかやっぱ持っといた方がいいんだって思った。結局 DVD とか持っといた方がいいんだ。そう、思っちゃった。うん、っていう次第。ああ、ですね。っていう次第でした。はい、じゃあ、とりあえず、そんな感じでまた、次回。さよなら。グッバイさよなら再見アディオスまた会う日までラララララヘイ